今回もですね、求人のこのフリーペーパーを見ながらいろいろと語っていこうと思います。まずはね、いつも安定してあるホームヘルパーさんなんですけども、時給が1300円から1600円です。60歳以上の方も活躍されていますって書いてますけども、これ結構本当でですね、60歳から未経験ですっていう形でこういったところに行ってもね、その方の未経験なりのペースでスタートできて、で、同行とかも受けられますしね、徐々に慣れていって独り立ちするみたいなプランが描けるんですよ。で、この介護の仕事って非常にね、人もいないですし、それからね、重労働なんですけども、でも重労働をね、現場の力でものすごく分担して上手に回してるところが多いんで、まあ体験でね、最初の1週間とか1ヶ月だけでもやってみるといいんじゃないかなと思います。で、ヘルパーの2級とかはね、資格を取る必要があると思いますけども、ヘルパーの2級もね、ほんとすぐ取れますし、なんだったらそこで仲良くなったりとか、ヘルパーの資格を取る際に、体験っていうのが確かあったと思うんですよ。で、体験でグループホームですとか、それから訪問介護とかにちょっと活かしていただくんですけども、まあ、そこでね、自分の力を試しながら、なんだったらそういうところからスカウトも来ると思うんですよ。で、私の場合そういうところからね、スカウトが来ましたね。コツはね、ホームヘルパーの、講座を受けてる最中に、そういった体験に活かしてもらう機会があったら、体験させてもらった事業所宛てに、個人でね、先日ありがとうございました。こういうことが勉強になりました。これからのヘルパーライフに活かしていこうと思います。みたいな感じで、お礼状を書くと、そこから、ぜひ、だったらうちに来て、その力と意欲を活かしてください。みたいになるんじゃないかなと思います。まあ、これ、本当にね、体験させてもらった事業所にお礼状を送るのってのは別に当然のことなんですけども、でも案外ね、その当然のことが50代とか60代になってもできてない方がいらっしゃると思いますんで、ちゃんとしたことをやるとね、すごく目立つんじゃないかなっていうところがあると思いますね。それからここ、就労支援サービス管理者責任者っていうのがあります。こちらの方は、正社員月給で20万から 26.5 万ということでね、だいたい20万とか30万の間で募集がかかれば、とりあえず生活の安定を図ることができますんで、そういったところを狙っていって、もういいんじゃないかなと思いますね。それから30代から60代の方活躍中ってことなんで、ここもね、だいたい50代の方とかがものすごく、いい、就職の選択肢になると思いますんで、こういったところから始めていただくのもよろしいかと思います。これ気軽にお問い合わせくださいってありますんで、人のご縁を作る意味でもね、こういったお問い合わせをさせてもらうとよろしいかと思います。で、たまたまその時は縁がなくても、まあ、改めてね、半年とか1年経った時に、最近どうですかみたいな感じで、またね、面接受けさせていただくと、ね、審査っていうかね、やっぱりね、これ不思議なんですけども、あ、この人はちょっとお断りしようかなと思ったような従業員さんでも、くじけずにね、数ヶ月おきに訪れると、じゃあちょっと試してやってみますかみたいなのになるんですよ。だからやっぱりこうね、ザイオンス効果って言って、何度も何度も顔を合わせた人には、やっぱこう、好意を抱くっていうね、心理がありますので、そういう風にしていただいたらいいんじゃないですかね。御社はもう3度目の受験なんですけど、みたいな感じでお話してもいいと思いますよ。それからヘルパーとかちょっとね、苦手な人はこういった工場内作業っていうのもあると思いますんで、こういった硬い仕事もね、割と生活を安定させるにはいいと思います。で、私は工場内作業したことがね、それほどないんで、ここについての詳細な説明はできないんですけども、昇給があるっていうことと、賞与が年2回ね、あるってことですね。これボーナスのことでしょうね、きっとね。こういうのを狙ってもいいんじゃないですかね。まあ、つまり一定期間働くとインセンティブを与えて、もっと働いてねっていうふうな応援の意味だと思うんですよ。ワイザーリンケージさんね、電話番号も書いてますそれからオープニングスタッフ募集ってのもありますね。ここもね、常に募集してますよね。常に募集してるところは景気がいいところ、そして人が居つかないところっていうふうな先入観を持ってる方もいると思いますけども、事業が拡大してポストが空いてるんで、人を募集してるっていうところがありますんで、なんだったらね、いろんな業界の経験がある人がこういったところに入った方が、その組織拡大にはね、プラスに働くことがありますんで、過去の自分の職歴を誇るようなことをしてはね、感情をやっぱりこう逆なですることがあると思いますけども、自分にはこういった特徴がありますってことをはっきり言えるんだったら、そういうのがね、ポイントになるんじゃないかなと思います。はい。で、機械メンテナンス、青函工募集ってありますね。これも私よくわかりませんけども、どんな仕事なんですかって聞きに行くのもいいと思いますよ。で、自分にその仕事が向いてるのかどうかってことを面接で確かめるというね。で、
ご覧のように私全然経験ないし知識も今お話した通りないんですけども、それでも1年2年と勤めていったらまあ、やっていけるようになるんでしょうかみたいなね、正直な気持ちを伝えるのも一つの方法だと思います。見栄を張ってねこけるよりは全然いいですよ、それは。はい、業務スタッフ募集ね、これも20万から40万ですよね。まあ、もちろんこういうのを見ると自分も入社して1年2年で40万いくのかなって期待を持っちゃいますけど、そうじゃないんですよ。まず20万からスタートして10年がかりで40万目指しましょうっていうのと、あとねこれ業務スタッフ募集ってあるでしょ、おそらくこれね営業なんじゃないかなと思うんですよ。じゃないですかね。ちょっとねこれだけで判断して申し訳ないんですけども、そうこういう書き方をしてるってことは私は営業だと思いますね。営業で今実際に働いてる社員の方で、20万取ってる人と40万取ってる人がいるから、そういうふうに書いてるのかなって。嘘じゃないですもんね。多分ねこれはね営業なんですよ。この月給40万可能っていうのが、あとリクシルでしょ、多分営業なんでしょうね。営業はね嫌な仕事じゃないですよ、すごくいいですよ。自分の人間力かなり磨かれますんで、楽じゃないですけどもね、楽じゃないところに自分の自己成長のチャンスがあるわけじゃないですか。どんなことも楽じゃないものの中にね自分の成長のヒントがありますんで、楽なことやってるとねやっぱね自分の成長とかねないですよ。だから10年勤めても20年勤めても給料も当然上がりませんし、人間力が変わらないので、その人脈もね人の縁もあんまり変わらないんですよね。まあもちろんね人の縁が変わらないからって言ってダメな人生じゃないですよ。でも自分の求める人生に行こうと思ったら、常に自分のウィークポイントに目を向けてね、その目をそらさないこと大事だと思います。はい、じゃあ今回は以上のようにしておきましょうか。また紹介しますね、こういうフリーペーパーね。